坂戸駅より認識をぶっ壊す。本日ですね、西五号西坂戸団地の方ですね、土地乙女号で町田さんと一緒にですね、しっかり宣伝活動ローラーをかけさせていただいてまいりました。その後本間明穂さんと、ね、ちょっとコラボさせていただいて、それで、4時半ごろ本間明穂さんも坂戸駅に来ていただいて、もう本当に優しい声でね、演説していただきました。坂戸市にですね、本間明穂さんの歴史をね、本日残すことができたと、古い子を思っております。そしてまた本日も、で千葉県、そして茨城県、そして東京都、そして神奈川県、そして埼玉県の方からも多くのボランティアの皆さんお越しいただきましてですね、しかも気候もね、そんなにね寒くなくて穏やかでね、最高の日の出の中ね、政治活動を本当にさせていただいて感激でいっぱいでございます。本日53回目の政治活動でありますけれども、また明日明後日と今日よりはもう一歩前進と、このような活動をですね繰り広げていきたいと、このように決意をいたしておりますので、変わらずご支援のほどよろしくお願いいたします。最後に坂戸駅より NHK をぶっ壊す。